はい、こんにちは。ステレオカメラの相葉です。今回ご覧いただいてますカメラは、ハッセルブラッドの、SW シリーズの、新しい、モデルになりますね。SWCM になります。その中でもですね、このように、スターマークが付いておりまして、シスリーロトレーディングカンパニーが、ハッセルの輸入代理店だった頃のですね、正規輸入品ということになります。はい。はい、でもって、レンズはですね、ご覧のように CF レンズになっておりまして、ビオゴンの 38mm テイスターコーティングが装着されております、はい。外観から見ていきますと、まずはボディから見ていきますけれども、ボディは、非常に皮の剥がれとか、縮みなどなく非常に綺麗ですね、はいはい。全体的にも。まあ、塗装の摩耗や金属部の、腐食、錆などなく大変綺麗です、はい。ご覧のように備品ですね。三脚の跡もほぼ見られないですね、はい。細かな剥がれがある程度です。レンズの外観も、ひどい擦れ傷や当たりへこみ、落下の跡などなく非常に綺麗ですね。レンズも曇りカビ、擦れ傷、全く見られないですね。非常に綺麗です。レンズ内にもホコリやチリもほとんど見られないですね。はい。大変いいレンズになってますね。滑り止めのゴムも、白くなったり劣化はないですね。はい。後ろ玉も大変綺麗です。もちろん擦れ傷や、コーティングの剥離などないですね、はい。シャッターをチェックしていきますと、はい。まず低速の1秒を見ていきますね。はい、シャッターボタン、ここですね。はい。1秒。正確に刻んでますね。はい。次は2分の1秒ですね。CF レンズなんで、ほとんど壊れることはないんですけれども、2秒も、はい、正確に切れております。はい。次4秒ですね。はい。いいですね。低速に粘りやシャッターの遅れなどないのがお分かりいただけると思います。はい。中速の60分の1秒も、スムーズに切れています、はい。最後に高速の500分の1秒ですね。ちょっと開けましょう。はい。はい、こちらもいいですね。順調に切れています。はい。はい、ボディとですね、外観とレンズに全く問題ないのがお分かりいただけると思いますね。あとファインダーもこちらもですね、よくこういうところが擦れ傷だらけのものが多いんですけれども、こちらは大変綺麗ですね。もちろん覗いて、曇りとか、カビとかあったりもしないですね。ゴミ釣りの混入もありません。はい。で、レンズには、こちらのように純正のですね、フードがついてますね。はい。もう一つ付属が、ですね、A12 のですね、フィルムマガジンをお付けいたします。はい。スライドも、はい、まっすぐでベコベコしたりとかしてないですね。外観は皮剥がれもなくて大変綺麗です。はい。ボディ同様大変備品ですね。はい。中身も、はい、シリアルも一致しておりまして、中に腐食やカビ、サビも全くないですね。大変綺麗な状態です。はい、しっかりと、カウンターも位置で止まっておりまして、はい、全く問題ないですね。スライドを外していただきますとシャッターが切れるようになります。はい、一回シャッターを切っていただきますと、ご覧のように、両方カウンターが赤になりまして、カウントが、1から巻き上げて、はい、2になりますね。で、シャッターは準備が整って、白になるわけですね。シャッターを切ると、また赤になって、シャッターを巻くと、はい、カウンターが3に戻る、3になるという感じになっております。という感じで、動作に全く問題はないのがお分かりいただけると思います。はい、スライドを外します。あ、スライドを入れますと、はい、ご覧のように、スライドが外れます。はい。
という感じで、大変備品でですね、動作にも全く、悪いところのない大変綺麗な、ハッセルブラッドの SWCM、ビオゴンの 38mm、T サーコーティングがついているバージョンになります。でもって、スリルトレーニングカンパニーの正規輸入品ということになりますね。ぜひお早めにチェックしていただければと思います。